未来の巨匠を目指す学生デザイナーたちに才能を試すチャンスをと、国際交流基金が T シャツのデザインコンテストを行いました。あなたが好きな国と日本との融和や絆をテーマに100点ほどの作品が寄せられ、6点が優秀作品として商品化されました。優秀賞おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、ご自身の作品が T シャツになりました。若干、ね、実感がやっぱり湧かないっていうか、こちらの人にもう1枚売れたよって言われてて、あ、本当に商品になってるんだっていうのを今日実感しましたね。なんか日本とタイの友好ということで、とあの日本の折り紙のなんかどっか懐かしい温かさと、なんか微笑みの国っていうタイのフレーズがちょっと合うなと思って、象のおおらかさと合わせてデザインしました。フランスのワインと日本のお好み焼きのその食べ合わせが美味しいっていう話で、それをちょっとイメージ化して作ってみました。こういう風にこう全国で売られるっていうのはもう多分もうないですよね、今までは。絶対に嬉しかったですね。受賞者の多くは好きだけど行ったことのない国を資料などで見ながらイマジネーションを膨らませて作成したとか。タイトルからはとてもこう想像できないようなデザインとかがありまして、あのすごく新鮮な驚きを持ってあのデザイン選ばせていただきました。これらの T シャツは1枚2520円で全国の美術館などで販売される予定です。国際交流基金は21カ所の海外事務所を通じて、日本に関心を持つ海外の人にも販売していくということです。日本から世界へ、未来の巨匠たちが大きく羽ばたくチャンスとなりそうです。T シャツデザインしてみたいなと漠然と思うことはありますが、ね、実際に買いたいと思わせるデザインをするのってすごく難しいことですよね。そうですね、そういう意味では今の6点全てオリジナリティあふれる感じでしたけども、最初のあの北斎の浮世絵とサーフィンがこう合体しているというのは、なかなかのこれまたアイデアですね。はい、素敵な作品ばかりでしたね。はい。